星空の向こうの国で尾崎誠役を演じさせてもらう佐藤祐介です。今回はですね、普段エルールとしてダンス&ボーカルグループとして活動しているメンバーがですね、なんとこのね映画に隠れ出演ということで、本作ではですね、探してもらいたいなと。多分3人はね、やっぱ目立つからすぐ分かると思うんですけど、響きがちょっと難しいかなと思うので、ぜひ見てみてください。今回あのバンド役ということでね。そうやね。そう、でもまあ完全私服だもんね。完全に私服で、まあなんかバンドっぽい感じで、ちょっとでもね、役作りできたら、はいはい、気持ちよくない。もう本番始まる前とか役作りしたもんね。そうそういう、こういう風景見れるのってなかなかないじゃないですか、うん、ね。だから今回見れてなんかいい経験できたし、なんかゆうすけが頑張ってる姿見れて、なんかこっちも刺激を受けた。まあ見てないけどね。俺見たよ。走ってるし、走ってるそれ見たかった、喋ってる。来る10分前まで叫んでた。へ、えーそうちょっと早く着けばよかったね。そうですね、メンバーでも企画として演技することとかあるんですけど、大体僕それで力抜けちゃうんですよ。笑っちゃうんですよね、やっぱ、メンバー同士でやると。響きももう一人のメンバーもいたんですけど、その時はすれ違うシーンで俺ちょっと笑いそうになってまあ嬉しいですけどね、こうやって出てくれるのは。私たちが劇中のどこに出てくるかお楽しみに見てください。見てください。